下河原線は、かつて、日本国有鉄道が運行していた、鉄道路線である、中央本線の支線の通称である、東京競馬場線とも称されていた。東京都国分寺市の国分寺駅から、東京都府中市の東京競馬場前駅までの旅客線と、東京競馬場駅の少し、国分寺駅寄りから分岐していた、下河原駅までの貨物線からなっていた。 玉川の砂利を運搬する目的で1910年に東京砂利鉄道として開業した。東京都国分寺市と府中市の地域を通っていた。府中市にとっては最初の鉄道路線であった。1920年鉄道省が東京砂利鉄道を買収し採取した砂利を神田上野間の高架鉄道建設に使用した。1921年に一旦営業廃止され、 国分寺駅の構内扱いとなったが、1933年に東京競馬場が開設されたことから、翌年、同競馬場アクセスのために東京競馬場前駅を建設の上、旅客船として営業再開。その後、残部も貨物船として営業再開された。終点の東京競馬場前駅は、南部線府中本町駅の南方200メートルほどの場所に位置しており、 競馬場の観客には、国分寺、東京方面からの観客は、東京競馬場前駅を、立川、川崎方面からの観客は、府中本町駅を、という具合に使い分けられていたようである。武蔵野線を建設するにあたって、当線に沿って建設することに決まり、武蔵野線に、その機能を譲る形で、国分寺東京競馬場前間は、 武蔵野線開業日の1973年4月1日に廃止された。残りの貨物線は武蔵野線に編入されるが3年後に廃止された。接続路線の事業者名は東区間廃止時。全駅東京都に所在廃止直前時点において、換算時は武蔵小金井電車区所属の雲波4071-074のどちらかが単行で運用されていた。 ラッシュ時及び競馬開催時には101系の5両編成で運行されていた。なお、101系の検査時には中原電車区より72系の5両編成を借り入れて運行していた。また、競馬開催日には東京駅や総武本線からの直通列車が101、計6から7両で運転されたこともあった。貨物列車は八王子機関区の DD13 が受け持っていた。 廃止後、跡地の多くは、下河原緑道と呼ばれる遊歩道に整備されたり、団地の敷地に利用されたりしており、一部では記念として線路が残されているところもある。廃止後もしばらくは中央線から武蔵野線方面へと南進する痕跡を確認することができた。その後西国分寺駅周辺の再開発に伴い、痕跡はあらかた消滅してしまったが、 それでも、付近の航空写真にて、わずかながら、府中街道西側の建物の立ち方などに痕跡を見ることができる。駅施設では、国分寺駅にはしばらく短い島式ホームが残されていたが、1988年の駅ビル工事に伴い、完全に撤去された。レールは、中央線の国分寺駅西国分寺駅間において、側線のようにして残っていたが、 2009年1月下旬に行われた合戦柱工事において撤去され、最後の廃線後も消滅した。これは、同線の廃止後も国鉄の教育施設中央鉄道学園への引き込み線として利用されていた線路の一部で、学園の廃止後も中央線に沿っていた部分が草に渦漏れながらも残されていたものであった。 2005年4月からの NHK 制作の小学生3.4年向け社会科教育番組調べてこう。第1回街にが、いっぱいで下河原線が取り上げられている。ありがとうございます。